多いからこっちに来てんのけ。じゃあ目的が違うんじゃない。まあ多いのもあるかもわかんないけど。どうだった？どうだった？何が？置いて。いや、それは聞かなかったもん。あ、そうなんだ。聞こうかどうか迷ったけど、うん、まあとりあえずもう聞かなかった。ああ、出てみよう。うん、はい。この間より少ないじゃん。上いないよ。そう。あんまりいない。一人ぐらいじゃない。あっち側だって誰もいなくて。ああ、本当だね。トイレが近いから角がいい。うん、あれいいやつだ。ああ、そう。同じハイエース。あ、でも狭いな、場所が。まあ、ここいいけどね。うん。ここにする？うん、ここにしよう。ここでもいいんじゃない？うん。車を進めて。はい、じゃあね、今まだ準備の途中なんですけど、とりあえずちょっと蒸すのに時間がかかるんで、先に蒸していきたいと思います。今回はね、前回来た時に何を蒸せばいいのかも分からなかったし、ブロッコリーとかも売ってなくて買えなかったんで、今日はブロッコリーと生しいたけとじゃがいもと卵でね、卵はすっごい美味しいんですよ。なので卵は持ち帰りもできるようにたっぷりめに蒸していきたいと思います。よし、きっとこの湯気恐怖症だ。あ、全然空いてる。こっちに入れさせてもらいます。本当に怖いんだ。よいしょ、これでいいかな。うん、一人しかいないから大丈夫でしょう。はい、2時11分に到着しまして、うん、ただいまの時刻4時16分、うん、設営に時間かかりすぎ、ね、うん、設営にすっごい時間かかります。なんでこんな時間かかるんだろう。なんでかね。なんでかね、うん、もうちょっと効率よくしなきゃね。ね、うん、じゃあもう一旦設営終わったので、うん、今日のルームツアーをお送りしたいと思います。はい、お願いします。はい、と言ってもまあ毎回同じ、今日も じゃあテントからでいい？うん、こちらのテント中間、まあ、全体的には、うん、この間の泊まりとほとんど一緒です、うん、なんですけど前回ですね、こっちの薪ストーブを入れた動画を上げたんですけど、うん、L のね、うんうん、煙突を使ったら、うん、もうちょっと寄せれるよってコメントで教えていただいて、うん、もう早速しました、うん、はい、こんな感じで薪ストーブを、まあ、左の方にだいぶ寄せたんで、うん、今日はですねマットが2つ入るんじゃないかなと思うんですよね、うん、まあ、そこら辺もちょっと寝る前に検証してみようか。はい、だから前回より中が広いです、うん、そうだよね、うん、全然違うよね、うん、すごく広いよ。この間はほらもうここにさ、ここにあったから、うん、この台がここにさ、ここまっすぐだったから、そうそうそう、ここにあったよ、うん、ストーブがさ、うん、だからだいぶほんとずれてます、うん、1個分ぐらいは全然ずれてるね、うん、ずれてる。まあ、ただこっちがちょっと心配なんですけど熱がですね、うん、そこはちょっと気をつけながらやってみようかと思います、はい、で今日は初のデビューとなります。
ナトゥーラ。ナンタも持ってきました。はい、ナトゥーラやっぱり小ぶりで可愛いよね。うん、またねこれが夜になったらね可愛くなる予定なんですよ。そうなんです。であのお兄ちゃんたちも連れてきて。で。で今日はですねあの一番上の長男が来てます。今日はね長男もお留守番をさせずに連れてきましたよ。こちらです。うちの長男です。でこちらがあの前回作ったアイアンハンガーになるんですけど、うん、やっぱり結構いい感じ、うん、高さ的に。本当に。で今日はまあ何で持ってきたかっていうと、うん、その明かりをつけた時に、うん、どの範囲のあの周りを照らしてくれるかどうか、うん、でそれによってはもうちょっと切った方がいいのかどうか、うん、でこの支柱をですね、うんまあ、周りに迷惑をかけるぐらい広く照らすんだったら、うん、もうちょっと短くして下げようかなと、うんはいまあ、とりあえず今日はちょっと試験、うん、ですね、はい、っていう感じです、はい、で私の焚き火コーナーは、まあ、いつもと似たような感じで、うん、いつも通りだね、変わりもなく、はい、で今日はですねあのいつもねこのフレームを入れないのよ、うん、いつもこれを使わないであの、ま、使わないで焚き火をするんですけど、うん、今日はですねこれを入れました、うん、っていうのはあの中華鍋をね、うん、持ってきたんですよ、うんうん、早速、うん、で見たらねすぐ使うあの親父飯キャンプ、うん、親父飯キャンプさんもこれ同じもの使ってたかも。そうなの、うん、でこれで調理してた。そうそうそう。でこれをあのこのアームを置いてて、うん、ここにあの中華鍋を置いて料理をしてたわけ、うんうんうん、あだからあすごくいいと思ってすごくいい、ね、すごくいいと思って、うん、速攻であの真似しました。はい、でここに中華鍋合うかもね、うん、で火が強い時はここにパンって置いてもいいし、うんうんうん、微妙なこの火の調整ができる可能性があります、うんまあ、ちょっと試しながらいろいろねやってみようと思います。はい、中身はというと、いや、これ私開けづらいんだよね。なんで開けれないの？はい、持ってて。こういう感じだね。たくさん持ってきたね。うん、たくさん持ってきたよ今日は。アルコールが4本。うん、5本。あ、5本。うん。あ、ダブルメロン買ったんだ。そう、買ったの買ったの。コンビニでね、新商品って書いてあって。限定に弱いっていうね。あ、本当だ。あとビールを4本持ってきてるから、うん、多分足りる、うん、こんだけあれば。今日は焼酎はない。焼酎はない。今日はビール気分。はい、今日も楽しんでいこうと思います。はい、使っててゼロじゃなかった。うん、ほぼゼロだった。だったでしょ。うん。その日に限るね、うん、ナトゥーラちゃん、あー、着いたね。どうする？もう明日の分も耐えとく？あ、切っちゃうよ、本当に。あ、本当だ、かわいい。だった。燃えた。あれかわいい、本当に。かわいいね。あれ欲しい。さ、大丈夫。大丈夫だと思われます。
ちょっと緩んでた。ファミリーマートのコーヒーのストローがシンデレラフィットです。ファミリーマートっていうか、ああそうだね、うん、ついたうん、おうおう、寒いのかもね、うん、まだ圧かけてないんだけど、ついた嘘うん、そんなもんなの？いや、これはちょっと炎上に近い。じゃあ蒸し野菜を取りに行きたいと思います。できてる。できてます。はい、出来上がり。ちょっと蒸しすぎちゃったかな。ブロッコリーホックホク。そろそろご飯もいいけど、うん、じゃがいも今食べたら美味しそう。あ、破けた、本当に最悪。ああ、調子が悪い、ね、調子が悪い、引きつないよ。なかなか、あらあら、だいぶ日が暮れてきた。
よいしょ。何度目の正直でしょうか。もうこれは5度か6度目だね。もうこれでダメだったら諦めます。うん、何が悪いんだろうね。うん、先のねピンがね、うん、曲がってたの。何、それをいじったの。いや、いじったんじゃない。なんか引っ込めて戻した時に上がりが悪かったのか、中で引っかかって止まってたわけ。うん、どうこうしたっていうわけではないんだけどさ。あ、もう帰られるんだ。行けるとこかな。いや、テント自体がなくなる。あ、そうなの。うん、テント自体がもうないよ。ダメ元で3回する気。プレヒート。本当は2回？まあ冬場は2回でいいみたいだけど、うん、こんな寒い時につけたことないよ。うん、夏じゃなかったっけ。夏だ。結構まだ暖かい時だったよね。うん、2階で着くでしょう。やってみましょう。来た。うん、今だ。何だったかな。何度目の正直。表情が全然違う、さっきと、うん、やっぱりね、さっきの針金が曲がったってからで、ね、若干だけど、うん、それだけで全然違うんだね。うん、だと思う。それしかないもん、直した点は。ま、マントルを変えたのもあったかな。結び方が悪かったかな。どうだろうね。どうやこれ。めちゃめちゃ高い。そう、全然違う。うん、ちょっと私も
上。あ、本当だ。うん。あ、上は高いね。高いでしょ。うん。ここより上が高い。本当だ。夜間置いてないか。夜間置いとけばいいのに。中で使うわけ。あ、いや、夜間置いとこうか。うん。そうだね。中に置いとけばいいんだね。うん。まださ、焚き火でするっていうのしか頭になかった。おお。え、こんな強い火力で乗して大丈夫け？良くない。良くないよね。この調整は私にはできないんだよね。じゃあ薪ストーブもつけないと寒いよなと思って。火が強いからすぐ火が通るかも。うん。待って火強い。すげえ。すごいね。うん。ちゃんと映ってるかまず心配なんだけど。いい？うん。助けて助けて。これでする？あ、もうそれですよ。でも このぐらいでいい。うん、いいかも。あれ、塩コショウ。はいはい。うん。あ、上手だよ。今のうまかった。上手上手上手。もういいかもね。うん、もういいかも。できれば皿に移したいけど。はい。出来上がりです。かなりいい感じにできた。意外このお玉火を買ったかもね。選んだ理由。チャーハン一人分。はい、乾杯。おいしい。おいしい。チャーハンいただこう。
ちょっとやっぱりどうどう、うん、まっ、おいしいこれチャーハンだわ。うん、肉も入ってるからさ、うん、本当のチャーハンだね。お店のチャーハンだね、うん、あ、パラパラじゃん、うん、あ、やっぱ火力が大事なんだね。うん、美味しい、ね、マヨネーズもあるよ。あ、マヨネーズいる。七味もあるよ。七味、うん、醤油もあるよ。あ、これ、これ使っていいの。うん、これに使っちゃうか。七味は、あ、七味いる。醤油は、醤油いる。全部いる。これここでやったらどうかな、ちょっと温めたら。やってみたら。最高に幸せだ。今日のこのレイアウトいいかも。うん、マットを並べて入れは最高なんだけどな。こじんまりとさ、二人でキャンプするにはちょうどいいよね。うん、いいね。うん、こっちのスペースが広くなったことでだいぶ違うわ。全然違うね。さっきですね、視聴者の方かな、見てますって言って、このビールを差し入れにいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しくいただきます。2本いただいたんで、はいはい、いただきます。ありがとうございます。やっぱり泡出るんだね。うん、出る。すごい。あー、嬉しい。普通もらえないからね、こんな本当に。今乗せたばっかりか。マジ？マジ？またどんどん言い出したね。7時半。でも冬の花火って綺麗だね。うん。なんかイベントで。こう始めますっていうので、最初セレモニーみたいなオープニングでバーンって上がって、あ、今まだ7時半だからさ、うん、またじゃ あの途中の花火を楽しみましょうみたいな感じ。ああ、なのかな。知らんけど。でも結構近いよね。うん。霧島の方はこんなに花火が上がることが多いのかな。たまたま私たちが来た時に花火が上がることが多いだけけ。まあ、よく遭遇するよね。ねえ。だって国民休養地の時もさ、うん、花火上がってたじゃん。うん、閉めるよ。閉めるよ。ここ閉めるとね、本当にやばいんだわ。もうここ閉めるとやばいんだわ。人をダメにする。人をダメにする。また出たくない病が。あったか。もうあったかいもん。なんだろうね。なんでこんなに違うんだろうね。閉めただけで。めっちゃいい。シュ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 。出てきた出てきた。うわ、湯気が出る。おいしい。うん、おいしい。おいしい。うん、でもやっぱ蒸した直後の方がおいしい。おいしいよね。うん、全然ちゃう。全然ちゃう。あったかさが。
一人で買った電気毛布を敷いて寝ます。なんか前回私はそうでもなかったんだけど、風はなんか足元が寒かったらしくって、家用に電気毛布をニトリで買ってたので、これを今日はつけて寝ようと思います。ちょっと逆光だけど、ではお風呂に行ってきます。ただいま、超リラックスムードじゃん、今テント内は薪ストーブオンリーなんですけど、めちゃくちゃあったかいです。夜間とストーブファンで回してます。ちょ、換気もね、両サイドしっかりして、隙間風が結構入ってくるんですけど、それでも全然、あったかい、カバーできるぐらいあったかいです、はい。で、嫁さんは今あの新商品のストロングゼロダブルメロンですねを飲んで、あのいい気持ちになってます。すごい甘い、これ甘いみたい、うん、甘いのが苦手な人は好まないかもしれない。あの柑橘系のはあのアルコールと相性がいいんでしょ。なんかスパンってなるんでしょ。あのヘツカダイダイとか。ああ、ヘツカダイダイは美味しい。うん、柑橘系だよね。うん、確かに。メロンは甘い。メロンはまあまあだったみたい。まあ甘いのが苦手らしいから。うん、10時36分。10時36分。うん。うん、もう寝る時間だね。寝る時間というか、うん、今からちょっともうあの。本気のまったりタイムに入りますので、はい、まあ、その前にですね、あのこのテント内のレイアウトですね、うん、あの寝袋なんかちょっと引いたんで、うん、まあ、簡単に紹介をしようと思います。はい、寝袋はいつものようにベアーズロックの封筒型と、これ何型って言うんだったっけ、マミー型、マミー型かの中にニトリで買った電気毛布を敷いてます、うん、で設定は省電力で1時間で 0.4 円ぐらいって書いてあったんですけど、うん、まあ、弱でですね、今あの2つ両方とも弱で使ってまして、でこっちのバッテリーがですね、まあ、今カメラも充電してて、あとあの向こうのね、この LED ライトもポータブル電源からいってるんですけど、4つ使ってで今の消費電力が、あ、今ちょっと上がったね、107W。100ちょっと、うん、あの電気毛布がね、スイッチが入ったり切れたり多分してると思うわけ。ああ、そうなの。ほら今切れた、で今 5W に変わったでしょ、うん、であの今の消費電力だと、まあ、約73、4時間ぐらい持つよっていう感じだっけ、うん、でこの 67% の状態で、まあ、70数時間、うん、だけどここがあの 100W になった時には、ここをさっき何だったっけ、まあ、3か4かってぐらいだったよ、うんうん、なんかそれを繰り返すから、まあ、一晩まで多分持つんじゃないかな、今で67だったら朝までは。そうなんだ、うん、と思う、うん、だからやっぱりあのニトリの電気毛布、まあ、今のやつ大体そうなのかもわかんないけど、消費電力少ないよね、うん、で今この弱でしばらくちょっと試験的に入ってみたんですけど、うん、この弱でね、うん、だからこの弱で、うん、あの試験的に入ってみたんですけど、うん、全然あったかいですよ、うん、今でもあったかい、私も今ちょっと入ってるんですけど、あったかいでしょう。今ちょっと入ってみたんですけど、これ私のも弱？うん、一緒。ああ、そうなんだ、全然あったか、うん、
ちょっと熱いよこれ多分、まあ、家でも弱で使ってるから、まあ、それよりまあね、テントだからさ、外気が結構冷たいから若干温度上げた方がいいかなと思って、まあ、さっきまで上げたんですけど、ちょっとなんか熱いような気がして、で下げたんですよね両方とも、なんか今日はこれでちょっと試しに寝てみようかなと思います、はい、これもまた車中泊を想定しての、一応寝方っていうのもあるんですけど、まあ、これでどうなるか、ここでこう寝れるぐらい、ね、そっち方向でもいけるよね、これが寝袋なんてちょっと布団みたいなやつで2人で寝るんだったら全然寝れるかもしれない、calling out your name as you shut the door behind you.